はい、こんにちは、まろです。今回はですね、新しいノイキャンヘッドホンをね、紹介したいと思います。それがこちらですね。よいしょ。はい、こちら BOSE Quiet Comfort 45 ヘッドホンズでございます。ご存知の方もね、多いと思いますが、今いろんなね、ワイヤレスイヤホンとかヘッドホンで使われているノイズキャンセリング、 AirPods Pro にもね、めちゃくちゃ魅力的なね、ノイズキャンセリングが乗っかってるわけなんですけども、そのノイズキャンセリングの生みの親はこの BOSE と言われております。まさにこのクワイエットコンフォートシリーズがですね、ノイズキャンセリングを世に広めたパイオツマニア、パイオツマニアでございます。まあ、そのね、最新作ということは気になるのがですね、こちらもう大人気のソニーの、ね、WH-1000X Mk4 とどっちがいいんだよということですよ。今やこの最強のノイキャンを争うメーカーはですね、もう三つどもいになっておりまして、まあ、BOSE とソニー、そしてアップルじゃないかな。まあ、今回ですね、 BOSE は最新モデルですし、そのノイズキャンセリング生みの親ということで一日の長があると思うんですよ。ですから北斗三兄弟で例えると、まあ、BOSE がですね、ラオウ、そしてソニーがトキ、そしてアップルが、まあ、ケンシロウ的な感じじゃないですかね。ですから今回のモデルもとんでもないね、ノイキャン性能になってると思います。ソニー、アップル超えてるかもしれない。というわけで BOSE 最新作のね、クワイエットコンフォート45、実際にね、体験していきたいと思います。というわけでですね、開封していきましょう。僕もですね、昔から BOSE のね、ヘッドホンとかイヤホンずっと使ってますので、この新モデルも楽しみにしてました。コメント欄でもですね、レビューしてほしいというご意見非常に多かったですね。それではですね、開封、ご対面です。パッケージはね、BOSE らしい白と黒を基調にしたデザイン。そしてこの箱を開けると、あ、ケースの中に詰まってますね。はい、こちらですね、かっこいいレザー調のね、ケースに収まっております。真ん中に BOSE のロゴ、いいっすね。ファンにとってはね、この BOSE のロゴを見るだけでドキッとしちゃう。それではオープン。はい、こちらがですね、クワイエットコンフォート45のですね、本体でございます。今回僕はですね、あのシルバーを選びました。ずっと黒いモデル使ってきたんでね、ちょっと新鮮でいいかと思いまして、デザインはですね、このようになっておりまして、まあ、派手すぎず、今までのクワイエットコンフォートと、まあ、ほぼ似たようなデザインになっております。質感とかもそんなに変わりませんね。こちらがイヤーパッドなんですけども、イヤーパッドはですね、めちゃくちゃ柔らかい低反発のパッド。ヘッドバンドの内側もですね、レザー調の生地に覆われた低反発のクッションになっております。でこちらがですね、 BOSE のハイエンドモデルのノイズキャンセリングヘッドホンズ700。これと比べるとデザインはもう全然違います。で使用感も全然違いまして、こっちの700はですね、あのタッチ操作に対応してるんですが、こちらのクワイエットコンフォートはですね、最新モデルにもかかわらず、まあ、昔ながらのボタン操作となっております。この辺の仕様っていうのは結構大事にしてるのかな、それともハイエンドモデルとしっかり差別化するためでしょうかね。ただ以前のモデルはですね、充電端子がマイクロ USB だったんですけども、今回のモデル USB-C となりまして、時代に合った進化はね、しっかりされております。まあ、他にもですね、こっちのクワイエットコンフォートはこうやって折りたたむことができるんですけども、ハイエンドの700はね、折りたたむことできないんですよ。コンパクトにできないんですよね。このイヤーパッドの部分は動くんですけど、まあ、ハード的にもそういったね、違いがあります。で気になるところはこっちハイエンドで、つまりこっちの方がグレード上なんですよ。ただこいつも発売されてもう2年近く経ちますので、音質がどうなってるのかすごい気になりますよね。 AirPods 3 のように、まあ、2年経ってますので、音がプロよりも良くなったように、このクワイエットコンフォート45もハイエンドモデルを超えているのか、そういった部分ね、結構気になります。その他の付属品がですね、こちらオーディオケーブルですね、まあ、有線で使用することもできますし、そして充電用のですね、タイプ C ケーブル、反対側がタイプ A ケーブルはね、かなり短い仕様になってます。あとちょっとね、残念に思われる方もいらっしゃると思うんですけど、航空機用とかのアダプターは入ってませんね。あとは説明書関連が1枚付いてるだけ。中身はですね、ざっくりこのようになっております。そして皆さんですね、多分気になってるのが、このソニーの WH-1000XM ほどどっちがいいっていうところだと思うんですよ。まあ、価格的にもですね、まあ、こいつが40,000円、そしてこいつが、発売当初、まあ、44,000円と、で今もうちょっと安くね、購入できるので値段近くなってると思うんですよ。この2つがもう最大のライバルだと思うんですよね。まあ、性能的なさ、 AirPods Max も気になるところなんですが、こいつ価格全然違いますから、まあ、1人だけね、70,000円近くしてますから、まあ、比較するとなるとやっぱりこの2つじゃないですかね。本体の重量はですね、このクワイエットコンフォート45が 235g。 あ、めっちゃ軽いわ。でソニーの WH がですね、 251g と 13g ぐらい BOSE の方が軽くなってます。
この重量っていうのもね、付け心地に影響してくるので重要なポイントですね。たださ、このソニーの WH もめちゃくちゃ付け心地良くて、僕こいつが届いたその日にですね、こいつをつけながら音楽聴いてそのまま寝落ちしちゃったんですよね。ヘッドホンで寝落ちするって僕初めてだったので、それぐらい使い心地がいいっていうことですよ。あとはハード的な仕様も全然違いますよね。こっちはタッチ操作になってるし、まあ、こっちはね全てボタン操作になってるし、まあ、この辺はね好み分かれるところだと思うんですけど、結構このクワイエットコンフォートシリーズってさ、ファンの多いモデルなので、逆にこういうところ変えてほしくないっていう意見もたくさんあったと思うんですよね。だからハード的にハイエンドモデルとかと大きく差別化してるし、まあ、こういったソニーとかの大人気モデルのね、まあ、後追いもしなかったっていう部分も大きいと思うんですけど、あとソニーはですね、自社で開発した LDAC っていう高品質のコーデックに対応してるんですが、 BOSE 製品はね、あんまりコーデック公開しないんですよ。まあ、一部イヤホンとかで公開はしてるんですけど、公開するのが稀なんですよね。ですから一応公式ページから読み取ったりすることはできないんですが、これ実際に接続して確認してみましょうか。今ですね、 Android スマホに接続してみたんですけども、この Xperia は Mark II ね、まあ、LDAC とか AptX Adaptive とか、まあ、高いですね品質のコーデックに対応してるんですけども、残念ながら AAC でつながってますね。対応しているコーデックは SBC と AAC のみだと思われます。ですからハイレゾ音源なんかをね、高品質で楽しむのは難しいと思うんですけども、ただ本体にはですね、こちらのが最新技術詰まってますので、まあ、その辺のね作り込み合わせて、この WH とどっちが音いいかっていうのもめちゃくちゃ気になりますね。それでは実際に使っていきましょう。というわけでね、BOSE のクワイエットコンフォート45使っていきたいと思います。まず装着感なんですけども、装着感はめちゃくちゃいい。やっぱ軽さがめちゃくちゃよく効いてますね。まあ、重くても付け心地のいいモデルっていうのもあるんですけど、いやー、これは軽さがすごく効いてるなっていうのが分かりますね。ちょっとねソニーと付け比べしてみますけども、でもソニーもいいんだよな、付け心地。これどっちだろう。装着感はね、でもわずかにソニーの方がいいかな。まあ、新品なんでまだ硬いっていうのもあるかもしれませんけどね。でも装着感はね、かなり軽くていいですよ。装着するとこんな感じ。今回ホワイトを選んだんでね、すごい上品な感じがします。この側面にですねスイッチがありまして、これを真ん中にすると電源が入ります。するとボワンっていうね音が鳴るんですけど、この音がね結構いい感じよ。すでに、では実際ね、聞いてみます。ほい、音めちゃくちゃいいわ。ボーカルの抜けもいいし、楽器の音もすごい綺麗だね。昔ね、僕らの BOSE って言ったら低音っていうイメージがあったんですよ。コンパニオンシリーズも低音がすごい目立つし、有線タイプのイヤホンとかも使ってたんだけど、まあ、それも結構低音やっぱパンチ効いてたんですよね。で今もねあるのかどうか分かんないですけど、昔さ、車のスピーカーで BOSE システムっていうのがあって、まあ、車買うとオプションとかでね、まあ、音質のいい BOSE のカーオーディオシステムとかを購入できたんですけど、そういうのもね結構低音がやっぱり効いてるモデルが多かったんですよ。まあそういうのでやっぱどこ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 来る低音が BOSE っていう感じだったんですけど、もう完全に低音の BOSE じゃないね。めちゃくちゃバランスのいい、なんか上品な音になってるね。中高音のねくっきり感とこのキラキラ感がすごいですよ。ではですね、フラグシップモデルの700とね音質比較してみたいと思います。これね、最初にデビューした時も結構酷評だったんですけど、僕あんまり音質いいと思ってないんですよね。でこれはですね、ボタン操作じゃなくタッチ操作になります。ほい、一応ねこっちの方がフラグシップなんですけど、音質は間違いなくこっちのクワイエットコンフォートの方がいいですね。っていうのがね、この700ってねなんか中途半端なんですよ。ソニーほど低音がそのボリューミーでもないし、かといって中高音の抜けがいいかって言ったらそうではなくて、で音もこのクワイエットコンフォートほど、まあ、しっかりもしてないんですよね。ちょっと高音域は線の細さがあるっていうか、なんかねどっちつかずの音で、でこいつが発売された当時って BOSE ってね、なんか音の VR みたいな、今の Apple の空間オーディオみたいな機能にすごい力を入れてたんですよ。確か今開発中止になったんじゃないかな。そういう機能を初搭載したワイヤレスヘッドが確かこいつだったんですよ。でノイキャンだとか外音取り込み機能の質だとか、まあ、いろんなとこに手を伸ばしすぎた結果、まあ、音質がねちょっとパッとせんなと思ってたんですよね。なんだけどこっちのクワイエットコンフォート45はですね、しっかりね音質が光るモデルに変わってますね。素晴らしいです。ではソニーのね WH-1000XM4、こちらとね比べてみたいと思います。これもタッチ操作ですね。ほい、これ音質比較するの難しいなっていうのが、
このソニーと BOSE もう全く真逆の音なんですよね。あまりにもね方向性が違いすぎて純粋に比較するのがちょっと難しいですね。ソニーもねこれ楽しい音なんだよな。というわけですね、クワイエットコンフォート45、しばらくね使ってみました。外なんかでもね、ノイキャンのテストなんかをしてみました。その感想をですねお伝えしていきたいと思います。まず音質なんですけども、ワイヤレス等の中でもかなりレベル高いです。フラグシップの700と比べても圧倒的にですね中高音の抜けが良くて、楽器やボーカルの音がしっかり抜けてきて、低音もねしっかり分離してて聞いててね気持ちのいいサウンドになってます。でね、この WH-1000XM 方が、まあ、最大のライバルになると思うんですけども、こいつと比較してみると先ほども言った通り音の方向性が全然違います。じゃあどっちが音質いいのっていう話なんですけども、音質っていう意味では僕は BOSE の方が音いいなと思いました。このソニーと比べてももう中高音の美しさがもう全然違うんですよね。楽器の音もすごく輪郭がしっかりしててキラキラしてる。でボーカルがやっぱり一番にねこの前面に抜けてきてくれるところが非常に気持ちがいいですね。この高音域の表現力っていうのがすごく高くて、ドラムの音なんかもねターンと気持ちよく弾けてくれますし、とはいえ乾いた音でもなくてしっとりとした重みもあるしね。で中高音域の解像度がすごい高いから、例えばギターでねピックを走らせるときにカリッとね引っかかるような表現っていうのもしっかりしてくれるんですよ。ソニーでは感じにくいね楽器の表現力っていうのもしっかりこう感じさせてくれるんですよね。で低音もですね、イヤホンの QC イヤーバッツみたいにすごい上質で、まあ、ソニーほどボリューミーではないんですけどしっかりとした重さもあって、そして低音の密度も高い。それがですね楽器とかボーカルのサウンドからしっかりこう後押ししてくれると、バランスもですね非常によく整ってます。なんかねピュアオーディオっていう感じ。ソニーはその逆でやっぱり迫力重視というか低音が一番に出てくるんですよ。その中でも高音域が潰れないようにかなりシャープな高音域になってるんですが、まあ、それでもですねキンキン響いてこない心地のいい高音域っていうのは素晴らしいと思う。高音域尖らせると結構耳につくような不快感のあるようなサウンドになることが多いんですけどね、その辺が全然なくて非常に優しい高音域になってるんですよ。だからこそ中高音域がこう低音に挟まれてボーカルとか楽器の音が綺麗に抜けてきてくれるっていう印象はちょっと薄いんですよ。あくまで迫力と繊細な高音域の組み合わせっていうね、あまりその高級なオーディオ製品とかに精通してない一般の方がすごく楽しめるような音を追求したっていう感じなんですよね。まあ、その中でもエルダックとかでその音の情報量っていうのをすごく高めてるんですが、まあ、コーデックなんかではね劣る部分はあるんですけど、本体の音っていうのはこちらの BOSE の方が優秀だと思います。こっちの方がクロート向けっていうサウンドですね。ただこの45はですね中高音の抜けが良すぎるせいか、ある程度音量を大きくするとちょっとギターサウンドだとかハイトーンのボーカルとかキンキン不快に響くんですよね。特にねギターサウンドが荒い楽曲だとかシンセサイザーを多用した楽曲はキン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 響くことがある。ちょっとね楽曲や音量によってアンバランスなヘッドホンですね。その点ソニーはですねその楽曲だとかその音量によって印象が変わることはないんです。バランスが崩れることなく安定してる。で AirPods Max とも比較してみたんですけど、 AirPods Max はこのソニーと BOSE の中間ですね。逆に癖がなく非常に扱いやすいサウンド、その代わり突出した輝きっていうのがなくちょっと面白みに欠けるようなサウンドではあるんですけどね。そしてノイキャンに関してもちろんですねこのクワイエットコンフォートも、ノイキャンの生みの親の BOSE ですからめちゃくちゃよく聞いてますよ。そしてソニーのね WH と比べてみたんですけども、ノイキャンの聞きはややこっちのクワイエットコンフォートの方が勝ってると思いました。ただですねそこまで大きな差はなく、まあ、ちょっとね交通量の多い国道付近で試したんですけど、トラックのガーっていう音はどっちもねすごくびっくりするほどよく消してくれるんですよ。交通量の多い場所でもストレスを感じにくい、そこに関してはねもうどちらも改めてびっくりするようなモデルでした。ただねノイキャンで処理しきれない高い帯域のノイズはこっちの QC の方がやや少ないなと思いました。車輪が道路を走る音だとかエンジンの回転音とかね、そういった残った広域帯のノイズっていうのはこっちのクワイエットコンフォートの方が少し小さいですね。ただ大きな差ではなくて結構集中しないとわからないレベルで、イヤホンで例えますとこっちのクワイエットコンフォートの方がやや遮音性が高いなと、そんな違いが見えましたね。そこにですね AirPods Max もぶっこんでみたんですけど、ノイキャンはね AirPods Max 一歩上です。明らかに高い帯域のノイズも小さくなってるなっていう感じもありますし、さらに残ったそのノイズ自体がすごく軽い音に変わってる。この処理能力っていうのはさすが Apple っていう感じで、 Max には一歩届きませんでした。そして外音取り込み機能、外音取り込み機能に関しては、BOSE の方が一歩上でした。これは明確です。
ソニーもですね非常に集音力が高くて、この集音力っていう部分ではそんなに差はないんですけども、ソニーはねいかにもマイクで拾いましたよっていう反響音がちょっと集音した音に感じることがあるんですよ。ただ BOSE はですねマイクで拾いましたよっていう違和感が全くなくて、もうかなり自然です。なんならもうヘッドホン突き抜けて音が響いてんのかっていうぐらいで、 AirPods Max ともね比べてみたんですけども、集音力は AirPods Max の方が上かな。で BOSE もソニーもですねやっぱりちょっと遮蔽されてる感じが残っていて、まあ、外音取り込み機能をオンにしてるとはいえ、ちょっとね裸の時よりもやっぱり外の音が小さく聞こえるんですよ。ただ MAX は外の音が全く小さくなってないんですよね。もうそのまんまの音量っていう感じ。その代わり集音力が強力なせいか、少しねマイクで拾ったようなジリジリっとした違和感があって、 BOSE はそれがほぼないので、自然な印象っていうのはこの AirPods MAX とかソニーよりも上だなと思いました。そして通話の品質もね、比べてみました。はい、こちらがですね WH-1000XM4 のマイク品質でございます。どうでしょうか、綺麗に撮れてますでしょうか。こちらがですねクワイエットコンフォート45のマイク品質でございます。どうでしょうか、綺麗に撮れてますでしょうか。というわけでですねソニーと比較してみたんですけど、通話の品質も明らかに BOSE の方がいいですね。自分の声だけにしっかりフォーカスを当ててクリアな印象で相手に伝えてくれますよね。そう、この BOSE のマイク性能めっちゃ高いんですよ。これはね以前の700でも感じた。こいつもねマイク性能めちゃくちゃ高くてクリアだったんですよ。というわけでソニーよりもね通話品質は上、テレワークなんかでもね使いやすいと思います。その他細かいところなんですけども、本体の再生時間はですね BOSE がノイキャオンの状態で24時間、そしてソニーがですね30時間と、本体の使用時間はですねソニーの方が上でございます。でクワイエットコンフォートと WH の大きな差がですね、あの機能の豊富さ。ソニーはですねノイキャンも細かく調整できますし、スピークトゥーチャット機能、自分が話すとノイキャンが自動的に作動したりだとか、設定すると自分の行動だとか場所を検知してシーンによってノイキャンを調整してくれるとかね。そしてイコライザーも当然使えますし、機能はですねもうアップルに負けないぐらい非常に豊富なんですよ。ただ BOSE はこういった機能が少ないんですよね。よく言えばシンプルと言いますか、単純にですねノイキャンと外音取り込み機能、この45だとクワイエットアウェアっていう機能なんですが、これを切り替えたりだとか、繋いでるデバイスを切り替えたりだとか、操作方法を確認したり、あとはファームウェアのアップデートみたいな機能が非常に少ないので、このアプリを立ち上げなくてもいいくらいです。もう本体で全部行えちゃう。ちなみにですねどちらも2台同時接続のマルチポイントには対応しております。ワイヤレス A-TONEはマルチポイントに対応しているモデルが多くていいですね。でソニーと比較してここマイナスだなと思うのがイコライザーが使えない。イコライザーはですねこっちの700では使えるんですけど、こっちのクワイエットコンフォートでは使えないんですよね。フラグシップと差別化するためか分かんないですけど、ここで差別化しちゃダメでしょっていう。だからさっきの音量を大きくすると高音域キンキンするよっていうのもイコライザーとかで調整できたらいいんですけど、現状できないんですよね。ただ700も最初ですねイコライザー使えなくて、後のアップデートで使えるようになりましたので、ひょっとしたらファームウェアとかのアップデートでこのクワイエットコンフォートに使えるようになるかもしれません。ですができれば最初から使えるようにしてほしかった。これはねBOSE に限らずいろんなガジェットそうなんですけども、最近ファームウェアで改善できるからって言ってなんか中途半端な状態で発売するメーカーってめっちゃ多いんですよね。なんでこの機能最初から使えないのっていうガジェットも非常に多いんですよ。もう花から完成度の高い状態でできれば売ってほしい。というわけですね、BOSE の新作クワイエットコンフォート45紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。機能の豊富さとか、そのコーデックなんかではねソニーより劣る部分もありますけども、音質、ノイキャン、そして外音取り込み機能、こういったトレンド機能はソニーよりも上だなと感じたので、一つ一つの機能をすごく丁寧に作り込んでるヘッドホンだなと思いました。ソニーも機能すごい豊富なんだけど、実際使わないものも多いですからね。例えば僕みたいなぼっちはですね、スピークトゥチャット機能があっても誰と話し合いいのって感じですよ。家で独り言で出たみたいなことしか喋んないですからね。こういう動画撮影とか、その買い物に行った時に店員さんとぐらいしか話さないんでね、行ってて死にたくなりますけども、このようにですね機能が豊富でも実際問題使わない機能っていうのも非常に多いので、ですから一つ一つの機能の質が高い方を選ぶんだったら、こっちの BOSE の方がいいんじゃないかなと思います。この700含めてですね、BOSE のワイヤレス製品っていまいちパッとせんなって思うところが多くて、でこのクワイエットコンフォートもフラグシップじゃないじゃないですか。ですから変なところで差別化を意識して手を抜いてるんじゃないかなと思ったんですけども、久しぶりにですね予想以上にいい出来だなと思いました。興味のある方はですね概要欄にリンク貼ってますので一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。